本日はこのようなアジェンダで説明させていただきます。まずはじめに長期化するテレワークとセキュリティ課題についてお話をさせていただきます。その後テレワークのセキュリティ課題と対策というところで3つの課題とその解決策についてお話をします。その後事例のご紹介をさせていただいて最後にまとめをさせていただきます。 皆様のテレワーク環境はセキュリティが担保されていると言い切れる環境になっていますでしょうかコロナの影響で取り急ぎもうセキュリティ度外視でテレワーク環境を準備したという方もいらっしゃるのではないでしょうかまたこれからテレワークを導入するという方もいらっしゃるかと思いますえ本日はテレワークが長期化しそうな今だからこそやるべきセキュリティ対策についてお話をしていきます 自宅の Wi-Fi など社外のネットワークは社内のネットワークに比べて脆弱なものになります。そこに常時つなぎっぱなしとなると危険がたくさん存在します。当然 VPN を利用すればその間の通信は守れますがその VPN への接続がユーザー任せになっているというところが問題になります。このイラスト左側が社内で右側が社外を表しています。 社内で社内のネットワークを利用してインターネットにアクセスするときは、ゲートウェイを経由するので、ウェブのフィルタリング機能とか、マルウェア対策がすべて有効な状態で安全にインターネットが利用できます。一方で、自宅の Wi-Fi やモバイルルーターなど、社外のネットワークを使ってインターネットにアクセスするときは、安全なテレワーク業務のために、 社外のネットワークを利用すすす。るる際は、VPN にに接続ここと、これが非常に重要ですただ、O365 のような大量の通信を発生するクラウドサービスが最近増加したことやテレワークが拡大して社外のネットワークから VPN に接続する人が一気に増えたことによって VPN に大きな負荷がかかると O365 の動作が遅いですとか Web 会議が途中で途切れてしまうといった業務影響が出ます。 で弊社は Web 会議ツールとして標準で Zoom を使っているんですがその VPN の逼迫が原因で Zoom が途中でブチブチ途切れてしまうといったような問題が起きてしまいましたで弊社も経験したんですけどもこの問題は PC の盗難紛失のリスクについてはもう皆さんご存知で対策済みのお客様も多いかと思いますが改めて説明をさせていただきます、えー、このグラフは2018年の 調査結果になるんですが個人情報の漏洩の原因として一番多いのは PC の紛失、置き忘れとなっていますテレワークが広まって PC が PC を社外に持ち出す機会が増えればそれに伴って情報漏洩のリスクが高まります情報漏洩事故によるブランドイメージの低下また損害を防ぐためにも対策をする必要がございます それでは実際に気分を使って対策をされているお客様の事例をご紹介します。一つ目は大手ペアリングメーカーの日本成功様の事例です。日本成功様は